タッツァンの寺話の時間です。スタジオにはタッツァンこと川田達也さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。暑いですな。暑いですね。もう日差しが痛すぎてもう街を歩くのも危険だなと。そうなのよね、うん、本当にもう外で活動する方は、お墓を回ったりされる方はね気をつけていただきたいと思いますけど、はい、空調服を着ましょう。本当に空調服ってあれね、着てみたことある？いや、ないんですよ。実はかなり涼しいですよ。やっぱり風がビューときますか？あのね、まあ、そうね、風が来ることによる涼しさももちろんあるんだけど、やっぱ何ですかね、基本汗かいてるじゃないですか、はい、やっぱその気化熱というか。あ、なるほど。汗が乾くことによって涼しくなるっていう、あ、本当にそうなんだっていうのを感じられますから、はい、ぜひぜひ、ま、気になってる方はぜひ導入されてみてください。、はいはい、まあ、何の話をしてるかよく分かりませんけど、じゃあ今日も、ね、いつものコーナーからいきましょう、はい、ではたくさんお願いします。本日の文化祭ニュース。寺話で星とか月とかの話したことありますけど、今日惑星です。木星の、はい、ホルストという人が作りました惑星という組曲の中から今日は木星を聞きたいと思いますけど、はい、あれですね、平原綾香さんが歌詞をつけて、あ、そうですね、ジュピターとして歌ったやつですね、はいはい、これに乗せて今日の文化財ニュースですが、うん、今日はですね、7月19日付産経新聞からなんですけども、大型建物の拡柱と、これは板塀、はい、板塀ですね、板塀残存、古墳時代有力層の重要施設か、大津の阿能遺跡とありますけど、はい、阿能遺跡も読めないね、これはね。これも難読地名ですね。穴が太いと書いて阿能と、はい、穴太と書いて阿能遺跡、はいはい、まあ、これね、どういうニュースですかこれは。これ、まあ、これ古墳時代というか、まあ、阿能遺跡というのが滋賀県大津市、はい、下坂本といってですね、はいはい、これは比叡山の麓になります、うんうん、のところにあるんですが、ここですね、縄文時代から江戸時代のものがこう多層的に出てくる場所なんですが、うん、縄文時代から江戸時代結構幅広いですね、はい、ずっと人がいたっていうことですね。あ、そういうことか、はい、それが地層のようになってて、はいはいはい、そこから各時代のものが出てくるというものなんですが、じゃあどんどん掘ればどんどん古い時代のものが出てくる。そうです、縄文時代のものまで出てきました。面白い、うん、はい、でそこでですね、うん、古墳時代中期から後期、まあ、5世紀から6世紀ですね、西暦でいうと、まあ、400年か600年とか、はい、500年、はいはい、700年のあたりですね、うん、の大型の掘立て柱建物の柱が出てきた。柱が出てきた、古墳時代の柱が出てきたんです、うんうん、建物の古墳時代の柱が出てきた、木材です。え、古墳時代の木材って残ってるもんなんですか？そうなんですよ。だからこれすごいニュースで、うん、なんでしょう、ほぼほぼないんですよ、うん、特になんでしょう、こう角材っていうのは加工しなきゃいけないですから、はい、そうだよね、作るのがめんどくさい、うん、なので、うん、また残りづらいんです。丸柱っていうのはごく稀に出ます。あ、その木を切ったまんまの形の丸い形の円柱状の柱は稀にある、はい、うん、ですけど角柱はね、角柱は出てきたと、切らないといけないからね、はい、だからこれがですね、うん、全国でまだ10個ぐらいしか出てこない、10例ぐらいしか出てきてないそうで、その数少ないものの一つがまた出てきたと。ほう、しかもこの阿能という場所ですが、はい、ここはまあいろんなね、歴史書によって記述はいろいろありますが、はい、天武天皇が、うん、ここに大津の宮と、大津の宮、はいはい、というものを作ってだと言われている場所の近くなので、うん、はい、まあ、これだけ手間のかかったものもありますし、すごい規模で出てきたので、うん、まあ、全容はわからないんですが、はい、まあ、南北 8.5 メートル東西 8.3 メートルの規模だろうと。お、この建物の大きさが、大きさが8メートル四方ですよ。8メートル、8メートルが、8メートル8メートルか、まあ、まあまあそれなりの大きさですね。古墳時代の8メートル四方の木造建築物ですからね、の跡が出てくるというのは、うん、まあ、それなりの、うん、まあ、権力があったんだろうと、うんうん、でしかも、近くからですね、はい、水路も出てきまして、ほう、そこを見てみると、うん、桃の種があった。桃の種、はい、水路に、水路に、ほう、で桃というのは、うん、当時、まあ、飛鳥時代ぐらいまでですかね、うん、はい、なんでしょう、神聖なものというか。ああ、それはね、なんかあるよ。中国のね、歴史映画とかではね、桃の木で作った刀がなんかその悪いものを払うみたいな、なんか儀式出てくる。そうですね、邪気を払うのは、うん、今でこそ節分では豆まきますけど、うん、そうだね、この時は桃なんです。はいはいはい、なんかその話は聞いたことあるぞ、うん、やっぱその中国の文化でしょうね、うんうん、で桃が出てきたということは、おそらくここで儀式をやってたんだろうと、うんうん、はいはいはい。でこの近くには、うん、阿能寺というですね、阿能寺、はい、まあ、この穴に太いと書いて、はいはい、古代のお寺の跡もあります、
ほう、あ、そうなんだ。なのでそれに関する、まあ、ものが今回出たんではなかろうかと、うん、しかもその木材が桃の種が出てきたってことは、まあ、誰か桃食べたは食べたのかな食べたのか投げたのが埋もれたのか分からんけど、まあ、食べた可能性もあります。桃があったことは間違いない、ね、はい、儀式した後美味しくいただいた可能性もありますけども、うん、この後スタッフが美味しくいただきましたの可能性はあるけど、まあ、ありますけども、うんうん、ただそういう儀式が行われた場所なのはほぼ間違いないと。そうですか。でまたこのね古墳時代の木材、うん、だから今回今日木星流してるんですけど、木材からの木星流遠いなまあいいや、うん、はい、これがねこれちょ、はい、結構、うん、なんでしょう、こんなん出ましたというようなニュースなんですけど、はいはい、うん、大変なことで、うん、古墳時代の木材が出たということは、はい、大変なニュースなんだ、実は大変なニュースだと、うん、分かってほしいというところで今回、はい、紹介しました、ね、しかも、うん、角材だけじゃありません、はい、その板塀といって、はいはいはい、板で作った塀ですよ。なんか柱よりもより残りにくそう、薄いじゃないですか、ね、板なので、うんうん、それもそのまま出てきたんです。よく残ってましたね。しかしこれはですね、うん、まあ、この辺横が琵琶湖ですから、はいはいはい、当然こう土壌に水が多いわけですよ。なんかその湿度がありそうだけど、はい、イメージとしては。でこれよく分かんないですよ、科学の世界なので、自然の世界なので、うん、僕専門じゃないのであれですけども、記事によるとですね、うん、その適度に、うん、湿度が保たれたところはですね、うんうん、真空に近い状態になるそうです。あ、まあちょうどいい水分量だとそうなるんだ。物が変更の何でしょう、うん、分子とかその変化しないと、はいはいはい、あ、たまにそういうのあるよね。だからたまたま条件が整ってたってことですね、はい、うん、なので残ったんじゃないかと、はあはあ、しかもこの板柱がなぜ柱かっていうのが分かったかというと、うん、その柱のですね、角材のてっぺんの部分にちゃんとこう人為的に削った跡があると、うんうん、おお、なるほど、ただ自然木じゃないぞと、はい、うんうん、そういうのがあったのでまた分かったというですね、はあ、これは意外とどえらい発見です。はあ、どえらい発見なんですね。そうなんですよ、市がねこういうの出てくるんですよで、なんかやっぱこう歴史的なものって京都奈良のイメージありますけど、はい、滋賀県は侮れないですよね。侮れないですね、うん、この辺りこうもう住宅地化されて、うんうん、あまりこう大規模に掘れないんです、はいはいはい、今回も宅地造成の一環でちょっとこう発掘をしたらしいですが、まあでも宅地造成のためになんか発掘してこういうのが出てくると宅地造成止まるよね、一回ね。いや、もう年単位で止まります、ね、数年先に行きますよね。しかもおそらくこの辺りは残されると思います、うん、ああ、まあさすがにこれだけのものが出てきたらってなるかな。はい、でこの阿能遺跡他にも出てまして、はいはい、ですね、その近くで、うん、近くに阿能寺というお寺があると言いましたが、はいはい、そこで使ったであろう瓦を作るための窯が出てきました。瓦を作るための窯、あ、その焼き物をするための窯ってこと、はい、はい、間にもありますけど、はいはいはい、大隅国分寺用の瓦、はい、瓦の窯がある、うんうん、そういうものっぽいのも出てきたのと、はい、飛鳥時代から奈良時代の池の遺構ではないかと、うん、池の跡じゃないかと思われる石積みとかが出てきたので、うん、この辺りは、うん、おそらくそう簡単に大きな開発はできなさそうですね。いや、まあ、まあそうね、宅地を造成してこう人が住めるようにすることも大切だけども、だけどもまあもうここじゃなくていいよねって感じするね。あ、そうですね、ここはちょっとずらそうかなと、うんうん、これタイミングによってはこれ本当に国の主席になってもおかしくないですから。あ、なるほどね。まあ、だからこれからまたちょっと研究が進むっていう。そうですね、かなり重要な主席だと個人的には思います。なるほどね、うん、いや、なんかそう条件が整わないとこんなに古いもののかつ木材っていうのは残らないわけじゃないですか、はい、だから、まあ、本当にこうたまたまだよね、それはね。もたまたまですよ。たまたまそういうものがあった場所がこう湿度とかそういう条件が整ってたってことですもんね。そうですね、この前ね、愛良市でも見つかりましたけど、あの籠が、はいはいはい、見つかり住吉駅の近くで見つかりましたけど、見ましたよ、あの籠のなんかそのまんまの状態。あれもだから植物がね、はい、よく残ったねっていう話でしたけど、あれもそういうことでしょうね。だから池の近くで水分が適度にあってみたいな。そうです、しかもあれはね、この民間で使ってたものですから、うん、なおさらもなんか残りにくいので、そっか、そうよね。あれもどえらいんですよね。身分の高い方が使ってたものとかじゃなくて、うん、一般の人たちが庶民が使っていた道具みたいなのが残るってことはそらないでしょうね。ないので、うん、やっぱり、ね、木材、この時代の木材とかそういう植物が残るっていうのがいかに貴重かっていうのをね、ちょっとこう伝えたい。うん、なるほど。まあまあね、いずれまた研究が進めばね、どこかで展示されたりとか、はい、見られる機会もあるかもしれませんので、まあ、そういうのはね、ぜひ見てみたいなと思いますが、はい、今日の文化財ニュースは7月19日付産経新聞から大型建物の角柱と、うん、板塀が残存していたと、古墳時代の有力層の重要施設ではないかという大津のあの遺跡の話でした、はい、ありがとうございました。では続いて本編に行きましょう、はい、今日はですね、祭りです。祭りですね、はい、やっぱちょっとこの時期、はい、野外フェスがね、ありまして、まあでも
元に戻りましたね、やっとね、やっとやっとフェスができるようになってきましたね。もう完全にもう何も昔の、昔というか数年前の規模のままでできるようになりました。声出しも解禁になりまして、はいはい、あのフェスをやっております、まあ、これは再放送でお聞きいただいている方もいらっしゃると思いますが、生放送の今日当日はね、フジロックがスタートしておりまして、はい、1日目、はい、もうこれはね日本最大のロックフェスですから、はいはいはい、こっちもね、うん、踊ろうじゃないかと。なるほど。ということで、フジロックと寺話関連なさそうだけどね。ほぼないですけど、ね、なさそうだけど、まあちょっと関係のありそうな話をいきますが、はい、まあね、つまりね、あの踊りの話です。踊り、祭り踊り、はい、祭り踊りの話です、はい、ですね、はいはい、ということで今日のテーマはお寺で踊る。あの昔ノーバディーノーズの心踊るという曲がありましたね、はい、お寺踊るです。今日お寺踊る、はい、お寺踊るで、お寺で踊るという話を、はい、紐解いていきたいと思いますけども、まあ、あの昔の人々は、昔といってもいろんな時代がありますが、うん、昔の人々はお寺で踊っていたと。そうですね、いうことでちょっといくつかそういう事例を紹介をしてもらおうと思うんですけども、はい、鹿児島県内各地の、情報を持ってきてもらっております、はい、まずはこれは大隅ですね、はい、大隅の、はい、今ねじめはい、があるところなんですが、うんうん、そこにですね、はい、まあ、部落、部落、あの戦うというか竹、武士の 武士の部に音楽の楽と書いて部落と書いてます、はい、でこれはですね、うん、俗に侍踊りというようですね、いうようですが、当時言ってたそうです。時代で言うと江戸時代、江戸時代です、江戸時代ですね、はい、今日出てくる祭りはすべて江戸時 代、 江戸時代、はい、でこれがですね、ねじめの侍踊りと言われておりましたというふうに書かれてます。で、ねじめの武士がですね、うん、毎年7月16日に恩林寺というですね、はい、お寺がねじめにありました。恩林寺、はい、この恩林寺というのは、はい、今の鹿児島薩摩半島側の吉戸市にある小松立脇のお墓がある恩林寺とは別の、あ、とは別の恩林寺です、ほうほう、はい、でそこにですね、うん、島津義久の位牌があったと。はい、吉井六郎のお兄さんですね、うんうん、島津義久の位牌の前でこの踊りをしましたというふうに書かれてます。義久公の位牌の前で踊る、はい、でこの理由をですね、はい、当時の人がお寺の人に聞いてみました、うんうん、ほうほう、この由緒をとこう質問してみた、うん、するとですね、そこにですね、ねじめというとこですから、はい、昔そこにはねじめ家がいました。ねじめ家という、まあ、人たちがいたんですね、はい、うん、これが後に小松に変わるわけですけども、はいはい、小松立脇につながっていく話ですよね、はいはいはい、でこのねじめがですね、うん、1595年に豊臣秀吉の検地があります、はい、太閤検地、あ、太閤検地だね、はいはい、その時にですね、うん、吉戸の方に移動になるんですね、うん、はいはいはい、大隅から日置の方へ、はい、でこれちょっと変わってるというか、まあいろんなところで行われてるんですが、うん、この場所が変わるとですね、うん、このねじめの場合はすごい分かりやすく、家臣も吉戸に移動しました。多くが、あ、まあ、その部下たちを連れて行ったっていうことですね。そうです、全員でもないです、はい、けども、うんうん、でお寺も移動しました。あ、お寺も移動するんだ。だからこっちにねじめに恩林寺があるし、吉戸にも恩林寺があります、はい、あーはーはー、なるほど、あ、同じ名前ならそういう理由ってことか、はい、で同じ名前の神社もあるしと、ややこしいな、うん、町ごと移動するんですよ。あ、ですけど、はい、その移動しなかった方々がまあいるわけですよね。あ、ついていかなかった人たち、はい、ねじめに残る方々がいた、はい、どうしても残らないといけない方がいたわけですよ、はい、でその家臣たちがですね、うん、どうしようと、え、どうしようって今後どうしようと、あ、まあ、あの上司がおらんくなったし、はい、我々はどうしたらいいんだ、どうしたらいいんだと思っていたところですね、うん、1610年、はい、島津義久さんが、はい、侍だと、ほう、あなたたちはあなたたちに、うん、豪子の死ですよね、うんうん、侍で侍としてあなたたちを登用しますと、うん、私の家臣にしますと、うん、お、義久が、はい、いうふうに言ってくれたわけですよ、はい、まあ、だいぶ時間はありますが、うん、そう、ちょっと時間経ったね、うん、15年ぐらいありますけど、15年ぐらい経ちましたけど、まあ、でもそれ安心じゃないですか、うん、島津 その殿様の家臣にしてくれるよと言ってくれたことで、はいはいはい、身分が安定しますね、安定しました、うん、だこの方たちはですね、うん、もうそのご恩にものすごく感激するわけですよ、はいはいはい、もうこんな、もう漁師もいなくなってねじめでちょっとこう、まあ、反武士反応でちょっとこう不安定なところを、うん、まあ、救ってくれたというか拾ってくれたというか、拾ってくれたその恩があるわけですよ、うん、まあ、ついていきゃよかったんじゃないという気もしなくはないけどもまあ残りたい理由があったんでしょうね、まあ、なんかこのっぴきにならないとね、うん、残りたい理由があって残った人たちが、まあ、ちょっと身分もよく分かんなくなっちゃったし、うん、俺らどうすんだってなってたところを義久公がお殿様が拾ってくれた、拾ってくれたと、うん、ご恩がありますわね、ありますよね、うん、なので、まあ、いつの頃からかは分からないと言ってますが、おそらく義久が亡くなった後でしょう、はい、うん、
この方あの1611年に吉久亡くなるので、うんうん、その登用してくれた次の年に、うんうん、吉久さん亡くなっちゃうんですよ、はい、その頃からだと思います。吉久公をですね、はい、供養するため、はあ、なるほど、供養するために、うん、藩にですね、うん、願いを出して、はあはあ、吉久さんの供養をするために、うん、踊らせてくれと。おお、そこは踊らせてくれなんだ。踊りみたいですね、うんうん、踊らせてくれと言って許されたからこの侍踊りっていうのが始まったというふうにこのお寺には伝わっていましたよと。じゃあ、まあ、目的はその吉久公の供養、そうなんです、ご恩があった殿様の供養っていうことなんですかね、はい、うん、でそれがですね、はい、だんだんこう規模が大きくなっていきまして、はい、地頭館オカリアというものが鹿児島にはありますが、はいはい、初めですねそのオカリアに人が集まります、うんうんうん、で鐘と太鼓を鳴らしながらですね、うん、踊るわけですよ、うんうんうん、で鐘って言ってるのも何でしょう、あのよくお祭りとかで見ますけども、はい、灰皿みたいなカン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 鳴らす灰皿をなんかバチみたいなのを叩く、そうです、あれですか、あれです、あの鐘を鳴らして太鼓をこう叩きながら演奏してまず恩林寺で踊ります、うんうん、はい、恩林寺でまず踊る、はい、で吉久公の位牌を拝んで、はい、でまた踊ると、踊る、で踊り終わると、うん、また位牌を拝む、はあ、こういう儀式があると、まあ、なんかそう供養のこうなんか作法なんだろうね、それがね、はい、うん、でここからちょっと拡大しまして、はい、次恩林寺を出て、うん、上円寺というお寺が、ね、あるんですが、同じねじめに、はいはい、うん、なる成立の成に円ですね、うん、古い円で1円2円の古い円ですね、はいはいはい、でそこに至って今度はですね、うん、そこにねじめ重武という方がいらっしゃいます。これはそのねじめにもともといたねじめ氏の人ですね、はい、ねじめ家の当主で、はい、まあ、この方がいたから今のねじめがあるというぐらいの、まあ ねじめ氏のレジェンドですよね、はい、レジェンド、はい、うんうん、その方のです、ね、肖像画がそこにかけてある、へ、だからそこに今度は行って踊りをすると、はい、もう吉久公の供養っていう話はもはや関係なくなってるけど、まあ、なんかそういう意味合いもプラスされたんだろうね。そうですね、うんうん、島津義久とこうねじめ重武の、うん、まあ、重長と思いますけども、はい、その方の供養をするためにまず踊る、はい、で児童館に帰って、うん、そこで、まあ、締めの踊りをして、踊るねねじめの人たち踊るね、そう7月になったらねじめの方々はとにかく踊ると、踊るね、はい、うん、ということがあったで、はい、歌の種類は10種類ありましたよと、ほう、でもその歌の詳細はちょっと今残ってないと、まあ由来としてはね、あそういう由来なんだなっていうことはよく分かりましたけれども、うん、でもまあその供養のために踊らせてくれっていうふうにまあ願い出たということからすると、何らかの踊りはもともとあったことはあったんだろうね。おそらくあったんでしょうね。このためにオリジナルの踊りを作りましたみたいなことではないよね。こうねじめの方々がこう供養の意味を込めるという踊りがあったんでしょう、はい、なんかあったんでしょうね、そういうのがね。でそこからどんどん増えて10種になったのかもしれません。ああそうか、そういうことか、うん、でここがねまた面白くて、その踊る服があるそうです。ほう、これはですね、白くて短い衣を着る、うん、白くて短い衣を着る、あおそらくこう着物というかこう足元まであるものではなく、まあ、半袖とか、まあちょっと動きやすい格好みたいな。そうですね、割とじゃあ動きが激しい踊りなのかな。激しそうですよね、太鼓と鐘を打ち鳴らしながら踊るので、うん、供養なのに、うん、うん、だから盛大にこう楽しく供養しようという。でこの白いっていうのがやっぱキーポイントで、はい、はいはいはい、今でこそ日本喪服黒ですけど、はいはい、明治になってから確か伊藤博文かなんかの、うん、あなんか聞いたことあるなその話、うん、お葬式でみんな黒を着たから黒に変わったというのをちょっと聞いたことがありますが、もともとは白なんです。日本の伝統的な、うん、喪服は白です。なのでそういうやっぱ白を着てやるっていうのはそういう意味があるのかなと、うん、個人を弔うというか、はい、そういう意味が込められた衣装であったこともわかるということですね、はい、うん、でこれですね、はい、次の話にもつながるんですが、ええ、なぜ踊って吉久さんを供養したかという話なんですが、はい、まあ、これもはっきりはしてないですよ、まあ、理由のこの一つの理由っぽいのがありまして、はい、なぜ踊ったかという理由ね、はい、うん、吉久さんが踊り好きだった説があるんですよ。おー、なるほど、はあはあ、それはですね次のエピソード、国分の豪蝶踊りというものがあります、うん、豪蝶踊り、強く張る舞と書いて豪蝶踊りという読み方です。もうなかなか見ない字面、なかなか見ないですよね。豪蝶踊り、はい、でこれ何かというと、うん、これ国分村、当時の国分の村のですね、はい、言い伝えによると、まあ、現在でいうと霧島市国分、そうですですね、はい、1595年にですね、はい、島津義久さんがこれ、うん、豊臣秀吉に負けた後ですね、はい、鹿児島の今大流将になっている内城というところからですね、うん、はいはい、国分の富の熊城というところに移ります、うん、
はい、でそこに移るときにですね、まずお城を修理しないといけない、もう住めないぐらいの感じだったんだ、だったんでしょうね、ちょっと直さないといけない、はい、うん、で修理をしたところですね、近くのこの豪の武士たちがこれをこう手伝ったと、うん、リフォーム工事のお手伝いということですね、はい、はいはい、で1年後にですね、はい、そのいろんな村の武士たちの力で、うん、はい、完成しましたと、完成しました、はい、いうことで、吉久さんが引っ越してきました、うん、引っ越してきました、はいはい、でそこでお祝いとしてですね、はい、このいろんな村の方々が踊ったそうです、うん、踊るんだ、やっぱこう吉久さんがこういうところに見れるのが、吉久さん踊り好きだったんじゃないかな、うん、踊り好きだった説ですね、はいはいはい、もてなすために踊ると、うん、踊って見せればあのお殿様喜ぶぞみたいなことだったのかな、はい、うんうん、で、一応こう何でしょう、めでたいことなので、うんうん、いろんな村の方々はですね、こう綺麗な装束で、うん、はいはい、美しい装束でですね、うん、舞ったんです、まあ、引っ越し祝いですからね、引っ越し祝いですから、うん、もうこれはね美しい舞を盛大に、はい、で喜んでたんですが、うん、清水村というところがありまして、うん、今清水という住所残ってます、あ、そうなんだ、はい、うん、そこの村の方々だけはですね、はい、なぜか甲冑を着て、ほう、大きな棒を持ってですね、ほう、それ以外にもこう豪壮なものと書いてるんですが、豪壮なものがよくわからないんですが、豪壮なものなんだろうな、まあ、とにかく大きな棒と、うんうん、なんかこう荒々しいものを背負って、はいはいはい、背負って、うん、鐘と太鼓を打ち鳴らしてですね、はい、しかもその軍中、あの、なんでしょう、戦の時のフォーメーションを組んで踊ったと、ほう、それを見た吉久さん、うん、大変喜ぶ、あ、喜んだんだ、もう一番喜んだんです、もうこれはいいと、面白いって思ったんだろうね、面白い、みんながこう綺麗な中、うん、武者の格好をして、うんうん、しかもこうなんでしょう、陣形を組んでですね、はいはい、ぶわっと踊るとマーチングのように、はあ、まあ、その鎧甲冑を着て踊るのがなんか心に響いたんだろうね、やっぱ戦国武将ですから、あ、やっぱなんか騒いだんだろうね、はい、戦多い、数々の戦に出た人間ですから、うん、やっぱそういうのを見て、おおとテンション上がったんだろうね、これはいいって言ってですね、はい、豪長なることかなと言ったそうです、豪長なることかな、はい、うん、なので豪長踊りになりましたという吉久さんがそう言ったからということがそうです、ね、だから豪長踊り、はい、でこんだけやっぱこう殿様が喜ぶと、はい、うん、やっぱもう毎年やろうともうお殿様に認められた踊りだと、はい、踊りだということで、うん、はい、毎年やろうということですね、はい、こう やったと、うんうん、でやっぱ何でしょう、この時国分にいらっしゃいますから吉久さんは、そうそう、ね、うん、常に毎年豪長踊りをしたんでしょうね、毎年お見せするみたいな場があったんでしょうね、はい、すると、うん、やっぱ噂は広がります、豪、うんうん、長踊りだと、豪長踊りすげえらしいよっていう噂が、すげえと、うん、殿様もバンバンバン喜んでたとそういう噂が回って回ってですね、うん、国分、はい、そうあと式根、あの今、はいはい、あの海沿いにありますね、はい、式根、あと日向山、日向山、この五加号の人たちは、うん、もうみんな豪長踊りをすると、豪長踊り広がってるじゃん、広がってもう大変こうなんでしょう、はい、はい、った、うん、なのでこれがですね、あの一帯でこう盛大に行われてたそうなんですね、うんうん、で吉久さんが亡くなっちゃいます、はい、するとやっぱこの方たちですね、一番好きだった豪長踊りをやっぱ舞いたくなるわけですよ、うんうん、舞って弔おうとしたんでしょうね、まあ、亡くなられた後やっぱりかつてお殿様が愛したこの踊りでお見送りをしようじゃないかと、しようじゃないか、はい、ということでこうやっぱね、さっきもあったんですけど、はい、清水村の武士たちが藩にお願いをします、はい、うん、踊らせてくれと、豪長踊りをさせてくれと、吉久さんのためにと、いうことで OK と、はあ、やっぱりね、やっぱそう個人が好きだったものでこう弔うというかね、うん、お見送りしたいみたいなのがあるとすると、まあ、その踊り好きだった説は結構有力な感じがしますね。そうですよね、うん、こうねじめでも踊ってるし、うんうん、国分のまあお膝元でも踊るということは、うん、おそらく吉久さん踊り大好き、踊り好きだったんじゃないかっていう感じですね。フェス大好きフェス大好きはまたちょっと意味合いが変わってくると思うけど、なんかこういうのがこういうのが見て取れるわけですね。ですけど、はいはい、これはですね、やっぱ、うん、清水村が、はい、始めてるわけじゃないですか、もともとはね、はい、うん、この記述はですね、うん、三国名称図の清水村のところに書いてまして、あ、はいはい、でこの説を聞くと、うん、俗に言うこの豪長踊りというものは、うん、清水村から始まったんだろうというふうにドドと書いてます、うん、これはその伝統芸能として今も残ってたりはしないんですかね。この2つはおそらくもう残ってない、あ、このねじめの部落も、はい、まあ、昭和までやってた可能性はありますが、はいはいはい、まあ、現代これを見ることはまあできないかなと。 そんなにね、あの吉久公が喜ぶほどの踊りだったらどんなものだったのかやっぱ気になりますけどね。いや本当ですよ、豪壮なものって何なんだろうと何を背負ってたんでしょうね何を背負ったんでしょうね。でも大きな棒すでに持ってるんでしょ。持ってます。で甲冑身につけてるんでしょ、はい、金太鼓もあるわけでしょ。あります。まだなんか背負う
大筒、あ、まあ豪壮だね、確かに、ね、確かに豪壮だ。でボーンと、うん、やっぱこうね、日本のなあの薩摩の祭りは大砲を撃つから、打ちがちですから打ちがちだよね大砲打ちがちってなんだろう、そういうのしてるのかもしれない、ね、確かにそれは豪調だわ、はい、うん、まあ、分かりませんけど本当の姿がどうだったかはね、はい、まあ、でも義久公にまつわる2つの踊りがあったよっていうのはこれ記録としては三国名勝杖に載ってる。そうです、載ってます。あ、いうことなんですね、はいはい、今日はこんな感じであのフェスにちなんであの薩摩のお寺踊りなどを扱ってみておりますが、はい、お寺で踊るという企画です、はい、ということでちょっと1曲いきましょうか、はいはい、ではお願いします、はい。I love you, I love you, 89.1. 今日の寺話はお寺で踊るという話をしておりますが、はい、ところでたっつぁんはあのダンスは得意ですかね。全くいや、はい、運動神経悪くはない、自分で言うのもなんですけど、はいはいはい、運動神経は悪くはないです。野球もやってたんですもんね。野球やってたしバレーボールもしてましたし、うんうんうん、なんならこの足も速かったんですよ、うんうんうん、小学校の時とか、はいはい、もう2年生から6年生ぐらいまでずっとあの最後の紅白リレーというものに出てるぐらい、はいはい、まあ、体動かすのは苦手ではないし、ない、音楽も好きだしダンスできそうなイメージはなくもないが、したことはない、したことはない、したことがない。でもなんか憧れますよね、やっぱ、うん、こう、ね、なんかかっこいいじゃないですか。本当にね、そのなんか今中学校だっけな、ダンスがあの体育の授業で必修化されたらしいじゃないですか、はい、本当にその時代に生まれなくてよかったと思ってるんですけど、ね、さんはあんまり、いや、あまり、まあ、自信がないというかできる気がしないです、ね、まあ、確かに本当ですよ、うん、あのなんでしょう、あの動きがピタピタと止まるじゃないですか。あ、動くのもだけど止まるの難しそうだよ、ね、止まるの難しそう、人と揃えることができる気がしない確かにさ協調性がないだけじゃないかいやーでも難しいですよ、やっぱ、うん、ねえ、うん、踊りってそういうなんかいろんな要素が絡む、なんかこう各国あるじゃないですか、それぞれの国でそれぞれの地域にまたそれぞれの地域ごとの踊りとか、はい、こういうね、体を動かす文化ってありますけど、なんだろうね、なんかあの今日まず2つ紹介していただいたのはさ、義久公の、まあ供養というか、はい、義久公を喜ばせるために踊ろうっていう、うん、まあ、そういうモチベーションだったけど、なんかこうもっと歴史をこう遡ると、なんていうんですかね、宗教的な意味合いってもうちょっと強いイメージなんですけど、もともとは、ね、はい、なんかそういう祈りとか、うん、祈祷とか、なんかそういうものが背景にありそうな気がしますけどね。特に世界史はそういう要素強そうですよね、うん、まあ、これも諸説あるので、なんか正確なことを言えなくて申し訳ないですけど、なんか音楽とかもね、やっぱこう歴史が古いのはこう例えばアフリカとかね、うん、まあ、人類の歴史が深いところはこう古くから音楽があったみたいな話が、ね、よくありますけどね。で音楽を聞くとこう、うん、こう動きたくなるというか、体動かしたくなるみたいな、うん、だから古い時代のなんかそういう、まあ、今でいうダンス的なものっていうのはね、そういうところにもありそうな気がしますけども、うん、まあ、今日はまあ江戸時代にちょっとスポットを当てて、はい、日本の江戸時代の踊りどんなものがあったのか、まあ、特に鹿児島ではという話をしておりますが、はい、まずねじめの部落、国分の豪町舞、はい、義久公にゆかりのある踊りを2つ紹介してもらいましたけど、うん、続いては、はい、まあ、前2つがもう見ることができませんが、うん、今現在は、まあ、伝わってない。次がですね、はい、なんと現在も見ることができます。そうなんだ、はい、これが加世田の侍踊りと、加世田の侍踊り、はい、いうものが、まあ、今現在の地名でいうと南薩摩市、はい、南薩摩市加世田で今やってるところなんですが、はいはい、これがですね今を見ることができます、うん、でこれはいつ見れるかといいますと、まあ、この前終わってしまったんですが、うん、で7月15日にですね、うん、で武田神社がありますが、うん、はい、そこの夏祭りでですね、はいはい、毎年この侍踊りが奉納されると。いや、これは本当にこう夏祭りの踊りっていう感じなの。そうですね、うん、でその、はい、何でしょう、由緒なんですが、うんうん、まあ、これは当時から加世田侍踊りというふうに言われてました、うん、はい、でこれですね、誰が関わってるというか誰が作ったのかなんですが、はい、これが島津忠義、はい、自信公ですね。いろは歌で有名、いろは歌で有名な、だからあの方ですよ、いろは歌も作ってるし、はいはいはい、この踊りの曲も作るというですね、作詞作曲の確かに能力がある、能力が大変高くて、文化的なことにこう関心も終わりだったんでしょうね、はい、うん、それからどっちも残ってるというのがまたすごいですね。作詞作曲両方やってるのか。もうこの方、うん、今だったらもうすごいお金入ってますよ、うん、小室哲哉さんみたいな人だね。小室哲哉さんちょっと時代があれですけど、薩摩の小室哲哉ですね、うん、ちょっとそれは怒られるんじゃないか両方に怒られそうな気がする、うん、はい、まあ、そういうものがありますね、はいはい、あの島津忠義の作だと、うん、はいはいはい、で、これまあなぜ作ったかというと、うん、
忠義さんがですね、はい、この軍を出す、まあ、戦この方も、ね、戦国の世の人ですから、はい、まあ、当然戦に出るわけですよ、はい、で戦にこう軍を兵を出すたびにですね、はい、部下の兵士を呼んで、うん、よし踊れと、侍踊れ踊れというわけですよ、うん、でこう 手でこうリズムをこう、うん、こう取りながら、手拍子を取りながら、はい、踊らせるわけですね、うん、その曲を、はい、でこれなぜこんなことをさせたかというと、うん、まあ、これも三国名称の説なんですが、はい、敵の、あのこの軍の中に敵のスパイがいるんじゃないかと、はい、ああなるほど、はいはいはい、でスパイは踊れないんですよ、その踊りを知らないから、はい、うんうん、もし踊れなかったらスパイだって言って捕らえるそれはあの本当に味方だけど単に踊りが下手なやつとかも危ないよね危ないですね、ちゃんと練習しとかないとね、だからこれは相当ですね、この、うん、なんでしょう、戦になるたびに踊れない人はドキドキしたでしょうね、うん、そうだよね、まあ、ちょっと練習しないというかでもなんか隠れて練習してるとそれはそれで怪しいよね、怪しいですね、あいつは本当はスパイだけどなんか練習してこう紛れ込もうとしてんじゃないかみたいな、自主練できないですからそういうものが、まあ、あったんではなかろうかと、そういうのもあるか、はい、うん、でこれ歌うのはですね、はい、大人ではなく子供が歌ってたそうです、へ、なので、うん、あの今のですね、武田神社夏祭りで、これは県の指定無形民俗文化財にもなってるんですが、してなんだ、はい、この侍踊りはですね、はい、偽踊りと稚語踊りがあります、はいはい、まあ、大人と子供ってことだね、はいはいはい、なので子供のものもあったと、うんうん、それがまた10曲ある、うーん、たくさん曲作ったんだね、そうですね、うん、子供用で10曲、はい、で青年用で3曲あるというふうに言われてます、うんうんうん、でその踊りの起用式もしっかり決まってると、へ、でもこうね、スパイをおびき出さないと、おびき出すじゃないですけど、あぶり出さないといかんですから、ちゃんとこう様式があると、踊りにそんな効果があるとは、なんかあの、うん、一説によると鹿児島弁とかもそのスパイ防止みたいな、あ、そういうのありますね、薩摩言葉はそういうあの役割もあったみたいな話もありますよね、わざとややこしくしたというのはありますが、うん、そういうのが、まあ、ひょっとしたらそう、こういうのにもあるかもしれないですね、そういうニーズもあるのかもね、うんうん、でやはりさっきの、ねじめのように、はい、鐘と太鼓でリズムを取りますよと、うんうんうん、この13曲全部ですね、はい、でこれが今地元ではかつての侍踊りと呼ばれておりますというふうに言われてます、うんうん、でこの後、はい、この後島津貴久さんという方がいます、はい、牛弘公のお父さん、お父さん、はい、うん、島津貴久の時代になると、うん、あの薩摩と大隅と日向の三州をですね、はい、平定するわけですね、この貴久さんが、はいはいはい、で貴久さんは、うん、まあお父さんがね、その実信仰が加世田でいますから、はいはい、うんうん、お父さんに会いに来るわけですよ、平定しましたということで、うん、あとこう戦いをね収めましたと、はいはい、この忠義に謁見しに来るわけですね、はい、でこれをお祝いするためにですね、うん、その万の瀬川の方に来たそうです、ほう、万の瀬川という大きな川が南薩摩の方に流れてますが、はいはい、まあ、そこに船で来たんでしょうね、高久さんが、はい、うん、でそこに兵士がこうバーッと迎えに行って、うん、で忠義のところまでこう連れて行って、うん、でそこでこの舞を踊ったと、うん、お祝いを込めて踊ったというふうに書かれてます、うん、はい、なので、まあ、これは供養というよりも、まあ、お祝いですね、うん、まあ、これがちょっとさっきの合調踊りもつながりますけど、まあ、お祝いの席としても踊られると、はいはい、ああそうか、お祝いの席として踊る、とにかく感情が動いたら踊る、うん、まあこの親子踊り好きなんだねなんつうか、お父さんの影響はあるんじゃない、これは。そうですね、やっぱおじいちゃんお父さん、義久、このあたり、この家系が踊り好きなんじゃない、踊り好きですね、うん、だから義弘公とかも多分好きだったんじゃないですか、うん、ああそう、まあ、まあ、多分ね、義久とか身近にあったでしょうからね、あの兄弟身近にみんな踊ったり歌ったりしてたと思うので、うん、あのね、クラシックのね、あの演奏家の方々のね、親の職業を調べた調査があってね、はい、クラシックの演奏家の親の職業で一番多いのはクラシックの演奏家だそうやっぱりなんかそういうあの感じなんですかね、こう触れる機会が多いので、ね、身近にあるっていうのは、うん、やっぱ大事なんでしょうね、うん、はいはいはい、しかもまたこう武士のそういうのってこう息抜きに大事じゃないですか、あ、まあそうだね、常に気を張ってる時代ですから、ね、こう生き馬の目を抜くじゃないけど ね戦いが身近にあるような時代ですから、うん、ちょっとこうエンタメも必要ですからね、そうですね、うん、で、はい、これ高橋さん亡くなります、うんうん、亡くなったのがですね、まあ、1571年ですか、うんうん、に亡くなるとの7月15日に亡くなったので、これ今7月15日に奉納されてるわけですが、はあはあ、しかも加世田で亡くなります、高橋さんは、はいはいはい、で亡くなった後、うん、今度は加世田の方々が藩にお願いしたのではなく、うんうん、ではなく、うん、島津家の当主の特別 このお願いで、はい、あ、当主のお願いで、当主からのお願いで、うん、高久さんの命日である、うん、まあ、旧暦でいう6月23日ですが、はい、に加世田の兵士たちに、うん、今武田神社にあってます実神寺というお寺がありました、うん、はい、そこで踊ってくれと、あ、そういうお願いがあったんだ、はい、うん、だからおそらくこの侍踊り、はい、
高久さん好きだったんでしょう。好きだったんでしょうね。だったので、命日の時にはちょっとこう踊ってくれないかと、はあはあ、いうふうなことで、はい、実心寺で踊ると、はい、それが今も続いているという。これは今も続いてんだね。これは続いてるんですよ、はあはあ、でこれもですね、さっきのねじめと同じで拡大しまして、はい、拡大しましたよ、はい、実心寺で踊りました、うん、そしたら隣の、うん、隣というかちょっと離れたところにあるお寺で踊る、はい、でそこで踊ったら、うん、またちょっと離れたところにあるお寺で踊る。もうツアーじゃん。もうツアーだよこれ。もうずっとです、うん、1日かけて3つのお寺で踊りまくると。でこれが大変盛り上がったそうで、はいはい、毎年1000人ほどが参加すると。すげえな。フェスじゃんもう。これあれですよ、その1600年代の1000人ですから。すごいよね。人口も今とは全然違うと思うけど、1000人、これこそフェスですよ、うん、フェスだねこれは。あこれはね、スピーカーもない時代に、でもやっぱ1000人踊ると、うん、なかなかの音しますから。そうだろうね。踊り手で1000人ですよ。踊り手で1000人か。おそらくみんなで踊るのか。でそれを見に来る人となれば見物客とかね、うん、とんでもないことになるんでしょうね。フジロックみたいなことですね、まさに、ね、いや本当に、うん、しかもこの時は何でしょう、こう、まあ、夜まで踊り尽くすんでしょうから。まあ酒も飲むだろうし、ね、酒も飲むだろうし、うん、まさに今のねこのフェスと変わらないんじゃないかなと。まあ、それがお祝いだったりこう弔いだったりいろんな意味はあるでしょうけど、まあなんか大勢で集まってまあ酒でも飲んで踊るみたいなのはなんかやっぱカルチャーとしてはずっとある感じがするね。そうですね、うん、で島津絡みのこういうものに関してはちょっとこう供養の、うんうんうん、なんでしょう、匂いが強いというか。あ、そうだね、そういうものがありますね。まあ、ある時代において島津の殿様はあの歌や踊りが好きっていうのはなんとなく伺える感じがしますけど、ね、大好きですね、うん、大好きそうですよね。大好きそうですよね。こういうのを見ると、うん、やっぱこの時期というか、はいはい、戦国以降の島津の当主というのは、はい、やっぱこう文人ですよね、うんうん、ああ、まあこう文化芸術的なことにこう造形が深いというかね、はい、うん、もちろん武人としてもこの方々はみんな優れてますけども、はいはい、やっぱ文人要素がすごく高い、うんうん、文化的な要素を持った方というのがすごく強い。なんかあの楽器の演奏とかもね、こう武士のたしなみとして言われたりしますもんね、はい、なんか手拭くだったりとか、手拭くですね、琵琶だったりとか、あと歌を読むとか、うん、まあこれは完全にこうなんでしょう、うん、武人ではないですからね、やってることがね、うん、こういうのをこうなんでしょう、広めたのがこの時代の方々だったということでしょうね、うん、しかもこのね、カステラのお前に関しては、うん、作詞作曲島津忠義ですから。そうだよね、これはね。いやだからさ、その島津のさ、あの薩摩藩の武士はさ、なんていうの、こう全国的なイメージとしてはさ、とにかくその豪壮でさ、それこそ、はい、なんかそのなんか戦いモンスターみたいなさ、うん、なんか戦にとにかく特化した集団みたいなことをよく言われるじゃないですか。たけたけしいイメージがありますね、うん、でそれはある側面としては間違っちゃいないのかもしれないし、うん、そういう一面はあったんでしょうけども、そのこっち側ももうちょっとフィーチャーしてほしいよね。そうですね、こう文化面をね、文化面でもこう、ね、優れた人がたくさんいたんだぞっていうことをね、フィーチャーしてほしいですね。やっぱ吉弘さんとかのこの腕っぷしの強さと、うん、この幕末の、うんうん、どんどんやる感じのイメージがあまりにも強すぎて、まあ、吉弘子は一つそこのイメージになってるところありますが、はい、まあね、吉弘子は吉弘子でね、あのお茶をたしなんだりとか、そうですよ、すごい文人ですから、ね、文化人としてのね、はい、あのとこもありますけども、やっぱ幕末のイメージちょっと強いかもわからんですね。確かにね、あのガンガン行こうぜっていうような、あのイメージがやっぱ強いのもあるんでしょうね。確かにね、まあ、それはあるけどね、うん、ちなみに、はい、ちなみにこの勝田の、この、はいはい、曲ですが、曲元があるみたいで、もう元になった曲、はい、うん、これも三国名勝前に書かれてるんですが、はい、この音曲はですね、うん、はい、忠義さんが、うん、今エイがありますか、エイ村、エイ村、はいはい、と今でいうエイですね、うんうん、あそこにですね、一つ設楽節というような、設楽節いうような曲があったと、うん、ほうほう、でそれに似てるそうです。ああ、そうなんだ、はい、なので忠義さんがこれを、うん、これに基づいて作ったんだというふうに。あ、じゃあまあその元になるというか、まあヒントになるような題材があって、はい、そこをちょっとまあなんていうかアレンジというかリミックスというか、はい、リミックスですね。島津忠義リミックス、うん、フィーチャリングエイビレッジをしたと、うん、なのでやっぱこう音楽好きだったんでしょうね。音楽好きだったんだろうね、この音いいと。ああ、そうなのよ、あの音楽好きな人はこの音いいっていうのよ、うん、この音のこの部分使いたいってなる、なるほどね、 DJ 松永みたいなことをしたけどね、本当ね、いつか誰かに怒られると思うけど、そんなこと言ってたらね、はい、ですよ、やっぱこういう、なんでしょう、ええ、武人としても優れてるし、うん、ここまで作詞作曲までできる方っていうのが、うん、果たしてどれだけ戦国武将にいたかと。そうだね、まあそれね、文化的なことが好きだったことで知られる戦国武将って、うん、まあまあ何人か思えたりますけど、まあなんかね、あの島津の
薩摩藩の方々はなんかそういうのちょっとありますよね、うん、でこれが残るっていうことは、うん、やっぱりこの島津忠義さんの、うん、まあ、人徳というか、あ、そうだね、そういうものがすごく分かるエピソードになるのかなと。そっか、だから江戸時代まで少なくともあったということでもそうだし、しかも加世田に関しては現代まで残ってるということは、やっぱそれをちゃんと守らなきゃいけないっていう人たちがずっとそこにいたっていうことですよね、うん、そうですね。しかもいろは歌なんか今でもあの辺りの小学校の、ね、子供たちは覚えさせられますから、うん、どれだけこの影響力というか、うん、そのカリスマ性ですよ、うん、とんでもない。江戸時代にねジャスラックがあったらすごい印税が入ってる。いやいや、とんでもないですよ。いや本当に何年歌い継がれてるんだ。いや本当ですよ、400年ですよ、うん、そういうことになっておりますけども、はい、はい、ということで今日は、まあ、あのお寺で踊るでしたけども、あの、まあ、なんかその古い時代の踊りとかでこうなんか思い出すのは、日本の歴史で古い時代の踊りというとさ、なんだっけ、それこそ天の岩戸に閉じこもった天照大神をこうちょっと引っ張り出すために、引っ張り出すためにっていう、そう、まあ、引っ張り出すためですよ、まあ、顔をこう岩をね、まあ、出てきてほしいから、ててとからあの前でね踊って、はい、なんか楽しそうねっつってちょっと顔を出したところをガーッと開けたみたいな、ね、本当は、はい、この番組上で言えないような内容の踊りをしてますけども、まあ、まあ、そこはまあちょっとね、まあ、でもそれが、はい、一番原初というか、なんか日本の古い踊りって言うとやっぱあれのイメージがあるんですよ。そうですね、うん、こうやっぱこうなんでしょう、楽しいイメージですよね、うん、まあ、ですけどこう意外と薩摩のものを紐解いてみるとやっぱちょっと供養の方が強い、はい、でもう一個ですね、これ桜島のお寺でも踊ってるものがありまして、うん、桜島のお寺、はい、桜島にあったお寺ですね、これ今もないし、うん、あの踊られてないんですが、はい、桜島にですね、うん、島津忠弘さんという方の位牌が置いてあったと、はい、でこれはですね、なぜそこに位牌があるかというと、うん、そこで忠弘さんが、うん、まあ、桜島の領主だったそうです、うんうん、桜島 の、 その何かしらの戦いで亡くなっちゃったと、うん、なのでそこに位牌があるんだと。戦国時代とかの話ですかね。もうちょっと前ですかね。もうちょっと前、まあ、戦国、まあ、そうですね、室町時代だと思ってもらえばいいですね、うん、はい、でそれの供養のために8月11日にお寺の客殿の前で村民が供養のために踊り踊ったという記録もあるので、やはり鹿児島のこのお寺で踊るに関してはやっぱちょっと供養が強い。そっか、なるほどね。まあ楽しい、でもだんだん楽しくなってくるんで、こういういろんなお寺回り始めるんでしょうけど、まあまあだんだんフェス化していくのはそうだとしても、もともとやっぱりなんかその供養みたいな意味合いが鹿児島では強いのかな。そうですね、しかもこう日本の踊りの、まあ、ルーツとしてもですね、風流踊りというものがあるわけですが、はい、風流踊り、はい、これは室町時代くらいから大流行りするんですが、うんうん、それもちょっとこうなんか仏教的な匂いがする、念仏踊りとかですね、あ、念仏踊りってあるよね、はい、うん、そういうものが元になってるので、うん、ちょっとそういうなんでしょう、供養というか、まあでもさ、そのこれはもう全く勝手に自分が言ってるだけなので思いつきで喋ってますけど、そのなんていうの、天の岩戸伝説みたいな話っていうのはさ、そのまあ言ったらこう太陽の象徴みたいな、はいはいはい、とこあるじゃないですか、はい、だからこうやっぱりこう 人々が苦しむ状況、うん、あのまあ米が取れないとか、こう疫病とか、疫病とか、はい、なんかそういう苦しむものに対して、そのなんかあの神様の力を借りたいみたいな、うん、神様に願いが届けとい う、 こう祈りを込めた行動としての踊りみたい な、うん、なんか祈願の、ね、一環として踊るみたいなカルチャーはやっぱ昔からあったんじゃないかなと思うし、 そうですね、うん、その祈りを込めるという意味でいくと、やっぱりこう仏教が入ってきてからは、うん、その仏様に祈りを届けるためのなんか念仏踊りみたいなものとか、うん、なんかそういうものと結びつきやすいんだろうなという気がするんですよ。そうですね、でそこがまたこう形を変えると、その亡くなられた方に対してこうご恩を届けるみたいなさ、うん、そういう種類の祈りとまた結びついて、供養のための踊りと か、はい、なんかそういう形を変えていくのかなみたいな、なんか今日話を通して聞くとそんなイメージありますね。そうですね、うん、でそれがだんだん踊るのが楽しいっていう風になっていって、うん、だんだんこう民間的な踊りになっていって、踊ること自体の楽しさみたいなね、はい、エンタメ感も出てくるみたいなとこあるし、でそれが街中で行われると今風になってきたのかなと、うん、まあ踊りをほぼやったことないし、できる気もしないんですけど、なんかまあ体を動かすとさ、スポーツとか、まあ、走ったりとかでもいいですけど、はい、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、ランナーズハイみたいな現象あるじゃないですか。なんかこう、なんかよくメカニズムよく分かりませんけど、こうなんか脳内物質が出てさ、はいはいはい、なんかこう、体しんどいんだけど、なんか楽しくなっちゃうみたいな。一種のトランス状態みたいな感じになりますもんね。多分まあ踊りもそういうとこあると思うんですよ。はい、だそれがさ、なんかそういう祈りとか、うん、なんかその精神世界と結びつきやすさみたいなものを感じる部分かなと思ったりしますけどね。大いにあるでしょうね、うん、それ今ももう変わらず、多分何千年とそれはありそうですよね。しかもほら、なんか酒飲んで踊ったりとか なんかするじゃないですか。もう収集つかなくなる、うん、
割と鹿児島のお祭り踊りとかは焼酎がセットでついてくるのがありますよね今でもね。そうですね、今でもそういうのありますよね、はい、京都の祇園祭りなんかも、祇園祭りもね、お酒がするよね、お酒つきますからみんな酔い山で飲んじゃうんですよ祇園祭りはお酒の匂いがする。なので山鉾巡行といって山鉾を引くじゃないですか、はいはいはい、もう皆さんやっぱちょっと体調悪そうまあまあいいのよ、そこも含めてそれもいいんです。いやだからなんていうのかな、その現代的な価値観でさ、そのここを真面目にちゃんとこうルール化しようとするとさ、やっぱりこう危険があってはいけないとか、はいはい、なんていうのかな、まあ、その未成年がどうこうみたいな話もあったりするから、うん、こうアルコールとかとちょっと切り離してみたいなところもあるけれども、うん、あるけれどもなんかそれはそれとして、そうです、それはそれとしてなんかそういうね、こう受け継がれてきたカルチャーの中にはそういうものもやっぱりちゃんと ある部分っていうのはなんか何とかの形で残してほしいなっていう、ね、そうです、やっぱそれも祭りの一要素の一つですから大事な、そうだよね、うん、その気持ちを高めるという面では絶対必要なものなので、うん、鹿児島もね今年の夏はオギオンツアーも通常開催4年ぶり、はい、でしたよね、はい、やってましたけども、まあ、6月堂とかいろんな祭りがありますけど、うん、それぞれこういうのあるんでしょうね。そうですね、もう6月堂なんてやっぱ楽しくなきゃいけないですから特に、うん、でもやっぱこう神社だったりお寺だったりと関係がありますもんね、うん、そうですね、それぞれだ、元々やっぱそういうちょっとこうなんでしょう、うん、供養ではないですけど、そういう精神的なものが始まりなんだと思います、うんうん、はい、なんかちょっと踊りとは違うかもしれないけど、その花火大会とかもあるじゃないですか、夏とか、はい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 、花火大会もなんか今はこうもう本当にエンタメっていう感じですけど、なんかやっぱり何かしらのこうなんていうんですかね、祈りを込めたみたいな、うん、なんかそういう部分がありそうな気がしますね。あるでしょうね、隅田川なんてのもおそらくそういうのがあると思います、はい、元はね、時期はそのお祭りによっていろいろですけど、やっぱ8月半ばぐらいに行われるものが多いのはさ、やっぱちょっとこうお盆とか、うん、送り火的な何かと関係ありそうな気がするよね。なんかまさにそんな気がしますね、うん、そのやっぱそういう先祖とかそういうのが帰ってくるとか、そういう気持ち的な精神的な部分がまず入りであった気がしますね、うん、送り火というとね、祇園祭りで有名な京都は五山の送り火、ね、はい、だから7月に祇園祭りやって、うん、大騒ぎして、ね、8月には山に火をつけて、火をつけて、ね、なんかこうじっくり楽しむと、先祖の霊をね、送るみたいな、なんかやっぱ京都ってすごいですね、そう考えるとね。いやもうね、千年続いてるのはすごいですやっぱね。ね、重みと祇園祭りもだからルーツでいうと1000年ぐらいやってるんです。1200年ぐらいしてませんかね、平安時代ぐらいにはもう始まってると思うので、ルーツが、まあ、形は変わってるでしょうけどね。変わってますけど、山鉾巡行っぽいものはちょっとまあまあ、それもでも江戸時代とかにはやってると思います、確実に。あ、今の形も少なくとも江戸時代は、はい、山鉾にかかってる、なんでしょう、いろんなものが装飾されてるんですが、はいはいはい、そこに室町時代のものとかが今も使われてるので。ああ、そうか、そうだよね、はい、かけられてるものが重要文化財とかなかったりするのでやっぱその時代から平安室町ぐらいからはあれの形だったんでしょうね。だからね、こう今これ聞いてくださってる皆さんの周りにもその、ね、近所の神社でやっている何かしらの小さなお祭りとか、そこで踊られる踊りとかあると思うんですけど、そういうのもね、こうね、何百年か続くとこれは立派な伝統ですからね。そうですね、すでに今使われているこのお面とかはもう何百年経ってるものを使ってるものの場所とかも実際鹿児島にもあったりするので、あれね、なんか直せる人がだんだんいなくなってるらしいですよ。ああ、なるほど。そういう道具を修復する方法がね、なかなかないっていうのを聞きますけどね。あれ宮大工とかが作るんですかね、どうなんですかね。ああ、どうですかね。まあ、おみこしとかさ、ああいうのになるとひょっとしたら宮大工さんとかもしれないけど、そのお面とかなんかもうちょっと小さい小道具的なものあるじゃないですか、はい、ああいうのは分かんないけど、うちのね、地元のね、お祭りとかはなんかそういうの作る家がありましたよ。そういうなんかしめ縄的なものとかさ、ほう、そういうのはあそこのおじさんが作るやつだみたいな、へ、そういう家がありました。だからそういう形で受け継がれてるとなおさらの残すの難しいですよね。そうですね、そこの息子がちゃんとね、おじいちゃんから製法習ってくれればいいですけど、ね、あと興味を持ってくれればいいですけどもですよ、ね、うん、あ、そういうのもちょっとなんかそういう家というのもなんか調べたらまた面白いかもしれないですね、うん、伝統的にこの家がしめ縄をね編むみたいな、なんかね、そういうのがね、なんかあった気がしますけどね。そういう方々の墓とか見たらなんか違う調査があるかもしれないですね、はい、お祭りの季節なので今日はね、お寺で踊るというテーマでしたけど、そういう目でぜひ見てみていただければ、はい、きっとね、いろんなこと発見があると思います。ぜひぜひ、今日はお寺で踊るでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ではラスト曲お願いします。はい、リゾでグッドアズヘア。